州国テネシー州出身のアメリカンフットボール選手である。ポジションはクォーターバックで NFL の AFC 南地区に所属するジャクソンビルジャガーズに所属している。アイオワ大学に入学した彼は1年目の2012年はレッドシャツで過ごした。2013年9月21日の西西岸大学戦でデビュー54ヤードのパスを通すとともに 4回のランで30ヤードを獲得した。11月9日のパデュー大学戦で5ヤードの TD ランを上げた。また、ネブラスカ大学戦でも4ヤードの TD ランを上げた。ルイジアナ州立大学とのアウトバックボールで初の TD パスを決めた。この年5試合に出場し、パスで179ヤード、1TD、2INT。 なんで49ヤードに TD を上げた。2014年も控え QBE を務めた。ピッツバーグ大学戦でジェイクラドックが負傷したため後半より出場7から17とリードされていた試合を24から20と逆転に導いた。アイオワ州立大学に敗れた後、16年目のヘッドコーチカークフェレンツへの批判の声が強まった。 ベサードはパデュー大学戦に先発して勝利したが、バイウィーク明けのインディアナ大学戦では、ラドックが先発した。どちらの QB を起用するべきかファンの間で論争が起きたが、シーズン残り試合は、ラドックが先発、ノースウェスタン大学戦では48から7と対勝したが、ミネソタ大学戦では14の51と大敗した。ウィスコンシン大学戦では、 相手 RB メルビン・ゴードンの活躍もあり、24から26と赤敗、ネブラスカ大学戦では17点リードしながら、延長の末34から37で敗れた。チームは、テネシー大学とのタックススレイヤーボールに出場。この試合で、ベザードは、ラドックとスナップを分け合い、前半は2人ともボールをドライブで進めることができず、7から35で折り返したが、 後半の大部分でベサードが起用され、28から45で試合を終えた。この試合終了後、わずかたった時点で、フェレンツヘッドコーチは、異例となる、デプスチャートの公表を行い、ベサードが先発 QB として起用されることとなり、ラドックは、ジム・ハーボーが、新ヘッドコーチとなる、ミシガン大学に転校した。2015年、ベサードは、パス2570ヤード、 14td, 3int の成績を残しチームは開幕から12戦全勝。彼はコーチ、メディアによってそれぞれビッグ10カンファレンスのセカンドチームに選ばれた。連勝はミシガン州立大学とのカンファレンスチャンピオンシップで13から16と破れ止まった。この試合で彼は217ヤードを獲得 1td, 1int の成績であった。 スタンフォード大学とのローズボールで239ヤードを獲得 2td1int チームは16から45で敗れた2016年チームは8勝4敗フロリダ大学とのアウトバックボールでは3から30で敗れたこの年彼は1929ヤードを獲得 17td10int の成績を残したシニアボールに彼は招待された NFL コンバインにも参加したが、ハムストリングを痛めているため、40ヤードダッシュ、ショートシャトル、サンコンドリルは行わなかった。サンフランシスコ 49ers2017 年の NFL ドラフトでは3巡目にサンフランシスコ 49ers から指名された。2017年6月12日、49ers と4年契約を結んだ。2017年シーズン初め、 カイル・シャナハムヘッドコーチは、ベサードをブライアン・ホイヤーのバックアップ QB に指名した。2017年10月15日、第6週のワシントン・レトスキンズ戦の第2、クォーターで、ベサードはホイヤーに代わって出場し、NFL デビューを果たした。この試合で、ベサードはパス36回中19回を成功、さらにキャリア初となるタッチダウンパスも決めた。試合後、 ベサードは先発 QB に抜擢された。第7週のダラスカウボーイズ戦では10対40の敗北を喫した。第8週のフィラデルフィアイーグルス、第9週のアリゾナカージナルス戦では合計461ヤードを獲得、1TD、3INT、ランで56ヤードを獲得した。開幕から8連敗したチームは10月30日に、 ニューイングランドペイトリオッツとのトレードでジミー・ガロポロを獲得、ホイヤーを解雇した。第10週のニューヨーク・ジャイアンツ戦でチームは31対21でシーズン初勝利を収めた。この試合で彼はパス25回中19回成功、288ヤードを獲得、マーキーズ・グッド・ウィーンへの83ヤードの TD パスなど、2TD、1INT、TD ランも上げた。 第11週のシアトルシーホークス戦で足と伝部を負傷第4級にジミー・ガロポロが交代出場した。デサードの怪我は深刻なものではなかったが、シーズン残り試合はガロポロが先発 QB を務めた。この年彼は7試合に出場し、パス224回中123回成功、1430ヤードを獲得 4TD、6INT の成績を残した。 またランで136ヤードを獲得 3td を上げた。2018年をガロポロの控え q b として迎えたが、第3週のカンザスシティチーフス戦でガロポロが全十字人体を断裂し、シーズン絶望となったことから先発 q b に昇格した。第4週のロサンゼルスチャージャーズ戦では27から29と敗れたが、 で、ジョージ・キトルへ82ヤードの TD パスを決めた。第5週のアリゾナ・カージナルス戦では、自己ベストの349ヤードに TD に INT を記録したがこの試合も敗れた。第8週のアリゾナ・カージナルス戦の後、手首を痛めた彼の代わりに、ニック・マレンズが先発 QB となった。シーズンのり試合に出場することがなく、この年1252ヤードを、 獲得8 T D、8td、7int、ランで69ヤード、1td の成績を残した。2019年シーズンは、出場試合がなかった。2020年シーズンは、ガロポロ、マレンズが共に怪我を負ったため、第16週のカージナルス戦に先発した。このシーズンでは、先発2試合含む6試合に出場した。4 9 e ーズでは、通算12試合に先発し、 パス成功率58.6%、3469ヤード、タッチダウン18回、インターセプト13回という成績であった。ジャクソンビル・ジャガーズ2021年3月25日に、ジャクソンビル・ジャガーズと2年500万ドルで契約した。祖父は、プロフットボール殿堂入りを果たしたボビー・ベサード、王子のピート・ベサードも元 NFL 選手である。 2019年12月21日、ロングアイランド大学の先発 QB を務めていた弟がナッシュビルのバーの外で視察された。ありがとうございます。